はい、こんにちは、しあすかです。心の理解をみんなの幸せということで、心理学講座の第35回になります。はい、前回のまとめです。性格類型にはいろいろな考え方がありますということで、クレッチマーという人は、肥満タイプの人を循環気質と、そして痩せ型の人を分裂気質という形で分類をしました。ユングという人は外向型と内向型ということで、心のエネルギーが外に興味関心として向いている人と、逆に内側、自分自身の主観に向いている人ということで、性格をタイプ分けしたということですね。あと東洋の方からご紹介したのが、陰陽論ということで、陰という緩めるというエネルギー、主に女性とか月とかですね、そういったエネルギーと、逆に陽ということで締めるエネルギー、男性とか太陽とか、そういったことで、性格類型っていうのを見ることがあるということですね。あくまでもたくさんある性格類型の中から3つご紹介したということです。どの考え方をとってもいいんですけれども、理想っていうのは、自分自身がどのタイプで、そしてその対極っていうのを意識してですね、中庸の状態っていうのを目指していくことで、統合された人格を形成していくというのが理想的な考え方だということでご紹介したところです。はい、ご視聴感謝してます。今回第35回のテーマは意思です。ぜひ最後までご視聴ください。はい、今回はパーソナリティの復習、意思、そして意思力の向上ということで一緒に見ていきたいと思います。はい、まずパーソナリティの復習ですね。知上位ということで、知っていうのは知の IQ です。精神年齢割る実年齢ということで、脳とか思考とかマインドというような言葉に置き換えて考えることができると思います。上というのは情緒ですね。 EQ ということで、生まれ持った気質、それから性格、そしてハートですね。そして最後の意っていうのは意思、SQ ということで、実現しようとする精神の動き、働き、そしてウィルということが言えると思います。はい、そして、意思ということなんですけど、より詳しく見ていくと、目的や計画を選択し、それを実現しようとする精神の働きということで、精神っていう神という字が入ってますから、一番抽象度が高いんですね。抽象度っていう言葉は、簡単に言うと、その物理の一番低い次元を1次元で、2次元、3次元ですね。で、4次元っていうのが時間です。で、さらにその上の5次元以降っていうのを、目に見えない精神世界という形で取った場合に、人間の一番ですね、抽象度が高い段階に関わるものが意思ということで言えると思います。抽象度で言えば、知能っていうのは脳ですよね。脳っていうのは一応頭の中にありますから、物理の次元ですよね。で、それが少し抽象度が上がって情緒ということで心ですね。心理学の一番最新の認知科学で言えば、脳イコール心というふうに捉えています。一番新しい科学でいけば脳イコール心。じゃあなんで言葉が違うんですかって言ったら、抽象度が違うんですね。脳っていうのはあくまでも3次元以内の人間の頭の中に入っている臓器として、器官としての脳と。で、それに対して脳が働く、例えば大脳とかですね、大脳の部分でも前頭連合とかですね、前頭前野とか、そういった部分が働いて目に見えない作用っていうのがあるわけですけど、それを情緒とか心という形で捉えているわけです。そしてさらに抽象度が上がった状態ですね。一番精神ということで、神という字が入ってますけれども、一番高次元の働きということで、意思、ウィルというのを当てているということになります。はい、そして意思力の向上ということでね、じゃあ IQ だったら、知能指数だったら勉強ですよね。わかりやすいと思います。EQ であれば、人間関係ですよね。もう実際に人とたくさんの人と接する中で、人間関係、社会の中で揉まれていくというのが EQ の向上になっていくわけですけれども、じゃあ意志力ってどうやったら向上するんですかということでね、間接的な方法と直接的な方法があるということです。で、間接的な方法としては食事と運動ですね。食事、体力、PQ を鍛えることで間接的に高めるということです。
その意志力が強い人っていうのはですね、その外部の刺激に対して自分の態度とか行動を選ぶっていうことができる力を持ってるんですね。その外からの刺激、まあ、例えば雨が降ったとかね、風が吹いたとかね、まあ、自分にとって何かネガティブなことが起きた、ポジティブなことが起きたと、まあ、私たちっていうのは常に外からの刺激っていうのを受けながら生活してるわけですけど、その刺激に対してどういうふうに反応するかっていうのを選ぶ力っていうのが意志力なんですよね、簡単に言うと。ね、だからもうなんかね、自分にとってネガティブな出来事があったからすぐ不機嫌な態度とか不機嫌な言動を取るって言えば、当然、ね、目標達成っていうのは難しくなってきますけれども、まあ、どんな外部刺激があったとしても自分としてはその時その瞬間で最善の態度とか言動が取れるってなれば、当然目標達成の確率っていうのは上がっていくわけです。でそうした時にやっぱ体力っていうのがあるとね、まあ、そのスポーツ選手とかイメージしていただければ一番わかると思うんですけど、やっぱりね、あの最後例えば甲子園に出場するとかね、国立競技場にで、進出したいとかね、もしくはプロ野球で優勝したいとかね、まあ、そういった何らかの、そのやっぱりこうスポーツの中で体力を鍛えていくっていうのは同時にこう意志力っていうのを鍛えるというところにもつながってるんですね。本当は今日はね、眠たいんだけど、やっぱり今日もランニングをするとか、今日も素振りをするとか、そういうこう体を使って、ね、今日やるって決めたことを確実にやるということで、間接的に意志力っていうのを向上させていくことができると。だからやっぱ体にいい食事をとると、ね、やっぱ体っていうのをね、自分の思うように動かせるようになっていくので、間接的に意志力を向上することにつなげることができるということです。運動も全く一緒ですね。やっぱり体力を鍛えることで間接的に高めることができるということで、言えると思います。で、直接的に意志力を高める方法といえばもう瞑想ですね。実際にその体にのエネルギーを脳に上げて、脳のエネルギーを精神の方に上げていくというような感じですね。だからその人間のエネルギーっていうのがね、まあ、例えば人っていうのはそれぞれ食事をしたり運動したりっていうことで自分の体の中にエネルギーを使っていくわけですけれど、ね、その胃とか小腸とか大腸とかそういった消化器官にできるだけエネルギーを使わない、そしてそのエネルギーを使わない、余らせたエネルギーをできるだけ脳に持っていくと。で、そして脳の中で思考を、まあ、休めてね、いつも日頃ずっと考え事をしてるわけですけど、その考え事思考っていうのを休めて、さらに脳の方でもエネルギーを余らせて精神の方に持っていくと。そういうことで結局瞑想をするってことで直接高次元の精神とつながろうとする運動と。瞑想っていうのもね、一つの運動なんですね。ただまあ、あの目を閉じてね、座ってるわけですけれども、それは結局エネルギーを使った運動ということが言えるわけです。で、こう瞑想して、まあ、3分とか5分とか10分とか15分という形で長い時間瞑想することができればできるだけ、それだけこう意志力というのはやっぱり強化されていくというふうに考えます。で、瞑想っていうのは狭い意味での瞑想っていうのとね、広い意味での瞑想っていうのと2つあるんですけれども、狭い意味で言えばまさにね、あの普通の人がイメージするね、手で印を結んで背筋を伸ばして目を閉じてっていうのが、まあ狭い意味での瞑想ですよね。いわゆる瞑想です。広い意味での瞑想っていうのはね、もう簡単に言うと自分の思考を常に観察して、ね、自己認識能力を高めることそのものを全て瞑想と言っています。だから例えばシャワーを浴びている時とかね、お風呂に入っている時とか、何かとてもリラックスしている時とかね、散歩をしている時とか、そういった時に常に自分の、まあ、自己認識の観察をしている、自分っていうものをより深く理解しようとしてこう自己を観察している活動そのものをすべて瞑想っていうふうに広い意味では言うんですけど、まあ、いずれの瞑想にとっても、まあ、意志力っていうのを向上させていくということなんですね。で、この食事、運動、瞑想っていうのが一番こう直接的じゃない、間接的ですよね。その今までご紹介してきた知力、IQ だったらね、まあ、勉強しましょうとか読書をしましょうとかね、すごくなんかこう目に見えてはっきりした分かりやすい効果っていうのが出てくるわけです。
で、情緒っていうのもね、今日はね、人と会ったとかね、楽しい時間が過ごせたっていう感じでね、人と会えば確実に情緒、EQ っていうのは高まっていくわけです。やっぱり人の中で、接する、人と接する中で EQ っていうのはどんどん磨かれていくわけですから、人に会えば何らかね、時間の充実感っていうのを感じて、効果っていうのもね、出てくると思うんです。ところが今回最後にご紹介した意志力、食事、運動、瞑想っていうのは、なんかね、1日2日でやったやらないっていうのでね、そんなに効果が出るようなものじゃないわけです。簡単に言ったら長く続けないとほぼほぼ意味がないものなので、一番こう後回しにしがちなんですよね。勉強が好きとかね、読書が好きとかね、人に会うのが好きとかっていうのに比べると、ね、食事に気をつけてますとかね、定期的に運動してますとかね、瞑想の習慣がありますとかっていうのはね、なんかこう効果が目に見えないっていうかね、わかりにくい。やってもやらなくてもどっちでもいい。っていうような感じのものなので、一番後回しにされがちなんですけど、実はこの SQ っていう意志力っていうのが最も人生には大きな影響を与えるんですね。なぜかっていうと、さっきこう抽象度の話をしたんですけど、抽象度が高いものは低いものに影響を与えていくんですね。要するに川の上流、中流、下流っていうふうに考えた場合に、川の上流の水の流れっていうのは中流、下流すべてに影響を与えますよね。上流の方で何かがあれば必ずそれは中流、下流の方に影響を与えるわけです。で、意志っていうのは一番抽象度が高いものなので、この意志というものが変わる、意志力が変わる、もしくは精神の状態が変われば、当然情緒の状態は変わるし、知能の状態にも影響を与えるんですよね。だから最も間接的で一番効果が分かりにくい、そして意志力っていうのはね、そんなに1日2日でね、別に食事を今日ね、いい食事を食べたから自分の体に変化があったとかね、今日1日だけ散歩をしたからね、自分の体にいい変化があったとかね、今日1日だけ瞑想してみたからいい変化があったとか、そういうものじゃないと思うんですよ。やっぱり3週間、3ヶ月、3年っていう形でずっとやっていくことで、なんとなく体の調子が変わっていって、なんとなく頭がすっきりしてね、思考が静かになったりっていう形が出てくるわけなので、一番時間がかかる、時間とエネルギーがかかる、で効果がね、はっきりとした目に見える効果が出るものではないんだけれども、実は一番大きな影響があるんですね。もし本当に意志力が向上して精神の状態が高まったら、当然知力、そして情緒というものにもすごく好影響があるということが言えると思います。なので、体力、知力、情緒、意志と、この4つがね、螺旋状に上がっていて、心理学はね、さすがに心の科学ですから、体力っていうのは学問の対象にはなってないんですけれども、だから心理学的にはパーソナリティって言ったら地位上位っていうふうになるわけですが、実際は体力というものも非常に、大事になってきて、この4つっていうのが螺旋状に上がっていくということですね。それがパーソナリティの向上という言い方ができると思います。はい、今回のまとめです。パーソナリティっていうのは地位上位ということで、最後今回は意思というのをやりました。意思っていうのは目的や計画を選択し、それを実現しようとする精神の働きということが言えると思います。意思力 SQ を高めるのは、間接的には食事や運動と、直接的には瞑想という方法があります。そして体力、知力、情緒、意志の4つっていうのが螺旋状に上がっていくっていうのがパーソナリティの向上ということですね。はい、次回第36回はパーソナリティ発達段階というテーマのお話を聞いていただく予定です。次回もどうぞお楽しみに。もし今回の動画がですね、あなたの理解を助けたということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。